おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。さて今回紹介するのは、世界で3番目の死者数を出したニューデリー空中衝突事故よ。名前だけでどういう事故なのか想像できるな。有名な話だから知ってる人も多いかもしれないわね。では早速解説していくわ。ゆっくりしていってね。事件が起きたのは、1996年11月12日。サウジアラビア航空763便が、ニューデリーのインディラ・ガンディー国際空港を離陸したわ。763便には乗員23名と乗客289名の、合計312名が搭乗していて、乗客の多くはサウジアラビアに出稼ぎに向かうインド人労働者だったそうよ。かなり多いな。出稼ぎに向かうインド人。きっと帰りを待つ家族もいたことだろう。ご遺族のことを思うと胸が苦しいわ。空中衝突事故だから、事故に遭ったのは2機あるってことだよな。その通りよ。もう1機の名前はカザフスタン航空1907便。1907便には乗員10名と乗客27名の、合計37名が搭乗していたわ。なるほどな。空中衝突事故なんて滅多に起きないが、どうしてそんな事故が起きてしまったんだ？そうね。簡単に言うと、同じ高度で同じ軌道を飛行したからよ。え？普通は違う高度や違う軌道で航行するものじゃないのか？マリサ、普通だったら事故は起きないわ。想定外、または異常事態が起きたから事故は起きるの。次は何があったのか解説していくわね。インディラ・ガンディ国際空港を離陸したサウジアラビア航空763便と、同じくインディラ・ガンディ国際空港への着陸に向けて、降下を始めていたカザフスタン航空1907便。763便は離陸後、管制官より高度1万4000フィートまでの上昇を指示され、上昇後は高度1万4000フィートでの待機を指示されたわ。この数字、よく覚えておいてね。1万4000フィートってどのくらいの高さなんだ？約4267メートルよ。マリサのことだからすぐに忘れそうね。一応左上に書いておくわ。さすがだ霊夢、助かるぜ。管制官は763便の頭上を、1907便が超えてから、763便を上昇させるつもりだったの。だから管制官は1907便に、763便よりも1000フィート上空の、高度1万5000フィートを維持するよう指示したわ。なるほどな。違う高度で待機。維持させることで容器がすれ違うようにしていたのか。そうよ。でも思うようにいかなかったわ。1万5000フィートでの維持を指示されていた1907便は、1万5000フィートからさらに降下を始めたの。そのまま下がって下がって、1907便は1万4000フィートまで降下した。ここまで来たらわかるわよね、マリサ？同じ高度にいる763便と衝突したってことだな。そしてそのまま墜落。高度1万4000フィートから落下して助かるはずもなく、乗員乗客合わせて349名が死亡。生存者はいなかったわ。これが事故の簡単な説明よ。何か質問はあるかしら？1907便が維持命令を無視して降下した理由が気になるな。降下しなければ衝突事故は起きなかった。何か想定外のことがあったんだろ？そうね。説明し忘れていたわ。ここが今回のポイントよ。1907便には機長と副操縦士、そして通信士がいたんだけど、機長と副操縦士は英語が不得意だったから、管制官とのやり取りは通信士が行っていたわ。機長と副機長は、管制官と通信士のやり取りの、高度1万4000フィートに763便がいるので、高度1万5000フィートまで上昇せよという正しい指示を、高度1万5000フィートに763便がいるので、高度1万4000フィートまで下降せよ、という指示だと勘違いしてしまったの。管制官からの指示とは全く逆の解釈をしてしまった。そして機長と副機長が間違った解釈をしているとは知らずに、通信士は翻訳して正しい指示を伝えなかったわ。その結果、1907便は高度1万4000フィートまで降下した。通信士が高度が低すぎることに気づいて、高度が低すぎると叫び、操縦士は出力を上げ上昇を試みた時にはもう間に合わなかったの。なぜならそう叫んだ3秒後に衝突したからよ。3秒後？もっと早くに気づけそうなものだが。鋭いわねマリサ。その時現場付近には雲が出ていたから、両機互いに視認できなかったという気象条件も延々として考えられているわ。もし晴れていたらもっと早くに両機を互いに視認できて、事故は起きなかったと考えると、不運にも程があるな。事故は不運が積み重なって起こるものよ。全く皮肉よね。ちなみに他の要因として、両機とも空中衝突防止装置を装備していなかったことが挙げられているわ。空中所。なんだそれ？航空機の周囲を監視し、空中衝突の恐れがある他の航空機の存在を操縦士に警告するものよ。どちらか片方でもつけていたらもしかしたら。考えるのはやめましょう。過去は変わらないわ。マリサ、
他に質問はある？いいや、ないぜ。それじゃあ今回はここまでね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは他にもあらゆる事故や災害について投稿するから、もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしく頼むぜ。また次回会いましょう。それでは、バイバイ。